いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血は人言派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、お父さんの血もね。懐かしいな、お前の手を握るのは。俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとうな。